高知市土佐山にある健康福祉センターでは午前9時ごろ、金属製の屋根が半分以上めくれ上がりました。破片の一部が風で飛散し、敷地内の車に当たるなどしましたが、けが人はいません。今は重機で抑え込んでいる状態で、高知市は明日以降、風の状況を見ながら修繕について検討することにしています。また、須崎市の鍋焼きラーメン店では、すごい風やねっていうのを言っていた矢先に、ものすごい風が吹いてきて、換気扇がいきなり止まったかと思ったら外れて、目の前がちょっと真っ白になって、この割れた破片とか全部あのスープの中に入ったんで、全部破棄する感じになるんで、明後日からになると思います。